レンタカーで使用した感想。タイムズカーレンタルで平日限定割引で安くレンタルできるのを利用して新型ロードスターで日頃の気晴らしに伊豆にドライブ。グレードなどは不明だが、 AT 車で装着された装備を見る限り S のスペシャルパッケージだと思う。走行距離はすでに45,000キロの車両。外観はほぼ無傷だが、サイドシル上面に乗降時についたと思われる引っかき傷あり。内装は綺麗。ウェブ予約割引などを利用して12時間レンタルと車両、耐物面積保証を含めて税込み合計9060円なり。エクステリア、丸みのあるデザインの歴代とは若干違い、地を這うように佇み、ヘッドライトなどもエッジの効いた形状で鋭さを感じさせるデザインでなかなかいい。インテリア、タイトだが身長の高い自分にもあまり窮屈さを感じさせない室内で、内装も値段なりの高級感があると思う。センターコンソールに USB 端子もあるので、持参した iPod で音楽も楽しめたライトニングコネクタが必要。残念だったのはレンタカー会社の都合だと思うが、ETC 機器がダッシュボードのセンター部分に後付けされている点。外から ETC カードが丸見えなのが防犯上微妙。純正キットだと助手席後方に取り付けられるはずなのに。エンジン性能、よく回り必要にして十分なパワーがあって楽しい。走行性能、高速道路を利用したが常識的な速度範囲ならば直進性も問題なく快適に移動できる。クイックに反応する操縦性のおかげで、山道などの連続するタイトなコーナーなども無論だが、街中でもメリハリが楽しめると思う。ブレーキの感触や引きも分かりやすくてコントロールしやすいのはさすが。個人的には最新の AT 車は楽だが、歴代ロードスター特有のショートストローク MT 車の楽しさには及ばないと思う。乗り心地、スポーツカーで走行距離の割に悪くない。シートのホールド性も問題ない。オープン走行時も風の影響が少なく快適だが、クローズ時より若干路面の荒れが車体響くように感じた。高速道路でのオープン走行は速度帯によってだと思うが、背の高い人はフロントウィンドウから流れてくる風の影響を若干頭部に受けると思う180センチ以上の人が目安。燃費、高速3割と山道と一般道7割でリッター15キロ前後ならとてもいい。もちろん運転者や走り方で変わると思うが、価格、新車で250万円前後ならだと。通常のレンタカー料金がクラウンクラスと同じなのは微妙だが、平日割引利用で半額近い金額で乗れたのは良かった。走行、絶対的な速さや加速を求める車種ではないと思っているので、ほどほどに快適で軽快に走って、ちょっとした街乗りでも楽しく運転できる、とても良い車だと思う。オープンやクローズ状態にする動作はほぼワンタッチに近い操作性なので、電動システムは不要と感じた。先代にあった電動の PRHT モデルなどのハードトップの防犯上の安全性も捨てがたいですが、初代が世界に発信して多くのメーカーが追従してきた FR の小型オープンスポーツカーの系統を十分継承していると思う。試験ではやはり MT に乗りたいと思った点と装着されたナビの設定などの操作系統が悪く残念に感じた。以前レンタルしたホンダの軽自動車のナビがとても使いやすく簡単だった。とにかく短い時間でのレンタルではあるが、久々のフルオープンカーによるドライブは楽しく快適だったの一言につきます。